こんにち結局のジャーナリストとしてます宇治原です。えっ、ー、と今日もよろしくお願いします。えっ、ー、とオンラインサロンがちょっとスタートしてまあちょこちょこ人数がま集まり始めてます。まあまだ始まって、えー、本格スタートはしてないんですけどあの少しずつ登録していただいてます。ありがとうございます。ちょっとだけ始めてみてねなんか面白いなと思ってることがあってそれはまあ何かっていうとその今参加していただいているメンバーがその福岡の人だったり兵庫県。 えー、茨城県とか神奈川県とかねなんかこう結構分散してるっていうかあの分散してるして参加していただいてるんですよねあんであ香川県もいらっしゃいますしね長野県もいらっしゃいますしこれすごく面白いなと思うのがこうなかなかねこう、えー、公立高校でねしかもその地方がまたがって。 本当にこんなバラバラで人が集まって交流できるってなかなかね、えー、ないのでそういうことができるっていうのは本当こう今の時代だからこそのコミュニティでねオンラインサロンという名前だからできることでねなんかこれがもっとねいろんなもっと地区に広がっていっていろんなこう公野球の指導者がね交流できる場がこれからできていったらもっと面白いなと思ってちょっとワクワクしています。 ほんでちょっとニュースというか先日あのねちょっと残念というか悲しいニュースなんですけれども天理高校の野球部の監督されてましたね橋本武則さんがね亡くなられましたえ甲子園ね2度の全国制覇の名将中の名将と言える方のニュースなんでね非常に不法で非常にまあ残念というか悲しいなと思います。僕自身も結構 2度の全国制覇の時はね僕子供だったんで取材することはなかったんですけど本当こう3度目の復帰2011年の秋に復帰されてからねあのよく取材もさせてもらって本当にこうオーラかな監督でね大阪桐蔭を破ったりとか、えー、あと采配もね思い切った采配っていうかこう、うん、思い切ってるっていうよりなんかどっちかというとこうねなんか気に,し気にしないっていうか本当こう、えー、器の大きなあの こうおおらかなおっなんていうのかなながこう堂々とした采配を振るってたなと思います。でそのまあ橋本監督すごいいろいろ思い出があるんですけど、すごくこう橋本監督がどんな監督だっていうのをすごく印象に残っていることがあって、それは何かっていうと西谷監督大阪東院ですね。大阪東院の西谷監督がね、えっ、ー、と 橋本監督ととややるのすごくくりにくいと、まあ、苦手とかそういう表現じゃなかったんですけどそういう話をされててその理由は何かっていうとやっぱりねあの西谷さんも多少こう負けるのが怖いと思うからそういうことを言うんだと思うんですけどその戦っててこうなんか多分采配の失敗とかを恐れてないっていう意味で言われたんだと思うんですけど。 非常に僕もね、なるほどなっていう感じるところがあってほんとこう橋本さんってほんとおおらかだからなんかこう大胆な際突然エースピッチャー変えたりとかもするし全然こうあの守りに入ってないなっていうのはすごい感じるところがありました。で,、ね、でその話を聞いた時にすごく僕思ったんですけどこうまあ今勝利至上主義は問題だとかなんかもうみんなこう勝利にこだわりすぎだって言って。 いうこう話があるじゃないですか。でもなんかねそのねポイントって何かなと思った時に、僕やっぱねそこね勝利至上主義イコール負けを怖がってるか怖がってないかってこれ非常に大きいんじゃないかなと思うんですよね。で勝利至上主義っていうのはまあ、要約すれば要要するに勝利以外こう何の価値もないっていう主義とか主張のことじゃないですか。あの勝つことを目指すことは勝利至上主義じゃないじゃないですか。 あのスポーツは勝ち負けを競うので、あの勝ちを目指すことは別に勝利至上主義じゃなくて普通の心理なんですよね。だからそれは多分皆さんわかってると思うんですけどで、勝利至上主義っていうのはもう価値以外、何のもう勝つこと以外、何の価値も見出せない。負けたら何の意味もないと思うから、何が何でも勝とうと、そこがやっぱり人を怪我させてまで。でも維持でも勝つとかまあ、サイン伝達して。でも勝つとかまあ。 殺人タク急便でも勝つとか、まあ、そういうことだと思うんですよね。で。その勝利至上主義にこだわっちゃう人は何かっていうのは。なんか勝ちにこだわってるっていうより、僕なんか負けを怖がってるっていうね、なんか、そっちの方が強いんじゃないかなと思います。例えば、あの、ピッチャーの交代でも、うん。要はエースピッチャーをこう投げさせたがるっていうのは。なんかこう、エースで負けたら、しょうがないって言うけど、実はこう。 エース以外で負けて自分が責任取りたくないとエースで負けた時に自分が何かこう良くない才用したんじゃないかと思うのが嫌とかエース以外を投げさせて負けるのが嫌とか,か勝利しよう主義って何かっていうと負けを恐れるか恐れないかっていうのもこう全てではないけど一つあるんじゃないかなと思います。でねこうそう考えていった時にね 怖くないっていう人はそんなにいないかもしれないんですけどそのね負けてはいけないとか怖がるっていうことはつまり負けてはいけないとかっていう,こう絶対に勝たないとあのいけないっていうのを思い過ぎてるからそう思うわけじゃないですか。 まあでも確かにねこの野球トータルで見た時にどっかでそういう試合って絶対あると思うんですよ負けてはいけない試合とか絶対勝たないといけないっていう試合それは僕認めるし絶対あると思うんですよただそれをねどこに設定するかっていうのがね非常に大事でその負けることが怖い試合が何試合も何試合もあっちゃいけないと思うんですよ。本本当当にににこれは負負けけけけちゃいけないいいいななるわけにはいかっっていう試合をやっぱり どこかに設定してそこれまではあくまで過程だっていうね感覚になることがすごい大事なんじゃないかなって僕はすごく思います。あのまあ、例にとって言うとね例えばある選手にとってどこでどこの試合を一番重要視しますかっていうのが3つ3試合あったとするじゃないですか絶対負けてはいけない試合でその3試合ってどこに設定しますかって言って、まあ、あ,るある選手はワールドチャンピオンのねワールドシリーズの7戦目に選抜した時ととか。 WBC の決勝戦で投げた時と、えー、日本シリーズの初戦で投げた時ぐらいかもしれないじゃないですかじゃあそこが大臣が参戦と設定したらそこに至る過程って別に負けようが勝とうがまあどっちでもいいわけじゃないですかそれはもうちょっと違う考えの人だったらプロ入り初勝利プロ入りプロに入って初めての登板の時が負けてはいけない試合になる人もいるしその あのそれがまた、えー、大学の大学野球選手権のチャンピオンを決める時かもしれないし本当にこうねあのそれぞれこう違うとは思うんですよただそんなね三つぐらいだと思うんですよ実際はそういう試合って人生において高校野球の球児とかって負けてはいけない試合が多すぎると思うんですよ再敗震っている方も負けてはならぬと思いすぎる思う試合が多すぎると思うんですよ。 そこががね多分負けを怖がっててるかかどうかで全部解決していくと思うんですよねで本当に例えば甲子園常連校で甲子園行くことが当たり前で甲子園で優勝することが一番大事なんですよって考えたらね甲子園の決勝戦でエースピッチャーが元気な状態で投げるっていう状況を作れば優勝できるはずなわけじゃないですか。ただそこまでは過程なんだから甲子園、えー、県大会の1回戦とか3回戦とかが本にこだわる必要はないはずなんですよ。 そこで150球投げる人って絶対なないはずなんですよですもなんか負けたら怖いから150球するじゃないですかだからね多分ここはね設定するべきだと思うんですよ高校3年間でここ,ここの,この例えば高校3年生の学年で負けてはいけない試合はどれかとそれ以外はそこに至るまでは必死に勝ちましょうっていうんじゃなくてそこまでは過程なんですよっていう感覚でやるべきなんじゃないかなと思います。甲子園の決勝生は絶対負けてはいけていいなから 吉田高生でいきましょうよとじゃあ吉田構成を甲子園の決勝戦で行くんだったら中4日空けたいからその4日間は違う選手で行きましょうそこは過程だからでいいと思うんですよ。その代わり決勝戦はもう吉田全部投げてくださいっていうねまあ、なるべく球数を減らしたいですけどっていう風なチーム作りをしないといけないのに1回戦も吉田2回戦も吉田3回戦も吉田準決勝も吉田。 はいい決勝戦5回ででまししたっっててやそそうょこんなに負けてはいけない試合が連続して現れたらそりゃ人持ちませんよって話なんでだからねみんな負けを恐れることなくねほんとこう1回戦で負けても準決勝で負けても一緒って思うぐらいの気持ちを持つことが大事でやっぱりねそこはなんかこう橋本さんのね昔話とかを聞いてみてもうーん要は西谷監督が。 負けを怖がってないっていうのを聞いたときに、なんかこれほど無敵なことって実はないんじゃないかなと思います。だからみんなね負けが怖いから勝利にこだわるんでね、なるべくそういうこう負けにこだわることを少なく、ああ負けにビビることを少なくみんなしてもらって再配を振るえば勝利至上主義から脱却できるんじゃないかなとそんな気がしています。まあ今日はこんなところでちょっと。 残念なニュースというかね、まあ悲しいニュースでしたけれども、そこからちょっとそういう話をさせてもらいました。橋本さんのご冥福をお祈りいたします。今日もありがとうございました。